ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、中国憲法に登録権ってあるじゃないのさ。あれって、カマキリを模した憲法なんだよね。そうだぞ。灯籠って、カマキリのことを表す言葉だからな。じゃあやっぱりカマキリって、中国憲法に採用されちゃうくらい強いの？ああ、強いぜ。カマキリが最強の昆虫だなんていう人がいるくらいだからな。そんなに強いのね。じゃあ、そのカマキリの強さを、私に教えてほしいんだけどいいかな？ああ、いいぜ。夜の街でカマキリがどれだけ暴れたのかについて語るとしよう。そっちのカマキリの強さについては、ご遠慮させていただきます。そうか、残念だな。なら代わりに、オオカマキリの強さについて語っていくぜ。マリサ、ありがとう。それでは、ゆっくりしていってね。オオカマキリは、日本最大種のカマキリである。日本最大種ってどれくらい大きいの？オオカマキリの大きさは、オスが68ミリから90ミリ、メスが77ミリから100ミリくらいの大きさだぜ。メスの方が大きいのね。そして、オオカマキリの生息地なんだが、日本のほぼ全域に生息しており、台湾や中国、東南アジアにも分布しているぜ。昔は北海道には生息していなかったんだがな。どうして北海道に住むようになったの？それは、人が持ち込んだからだな。カマキリは人気がある昆虫だから、持ち込む気持ちはわかるけど、生態系を破壊してはいけないわね。それと、オオカマキリは、北海道よりも九州の個体の方がサイズが大きくなるんだ。南に行くほど大型化するんだね。次にオオカマキリの一生について、ざっくりと語っていく。オオカマキリの孵化は、200匹の幼虫が一斉に生まれる。200匹ってかなりの数だわね。しかし、この中で成虫になれる個体は、2から3匹と言われているぜ。そんなに少ないのね。カマキリって、強い昆虫で、生態系の上の方にいるから、もっと生き残るかと思ったんだけど、生存率は低いのね。そうなんだよ。カマキリが強いのは成虫くらいにまで成長してからだからな。生まれたばかりのカマキリは、肉食性ではあるんだが、体は小さく、他の肉食性昆虫などに狙われる。その後、脱皮を繰り返して大きくなることで、今まで狙ってきた虫たちを捕食していくんだ。今度は、貴様たちが怯える番だ。っていうセリフが聞こえてきそうなくらい、立場が逆転するのね。ああ、そうだ。ちなみに孵化するのは4月くらいで、6回から7回脱皮をして、7月に成虫になるって感じだ。そして、成虫になったカマキリは、最強の名にふさわしく、とんでもない生物を捕食していくぜ。一体どんな生物を食べるというのよ。オオカマキリは、当たり前だが小型昆虫を食べる。そして、アゲハチョウやセミ、キリギリスといった、大型昆虫も捕食するぜ。セミなんか大きいから食べるのはすごいと思うけど、思ったほどじゃないわね。焦るな、レイム。オオカマキリが捕食する生物ですごいのはこれからだぜ。オオカマキリは、スズメバチや大型のムカデ、クモなどを食べる。強い生物の常連さんたちを捕食するのね。それにアマガエルやトカゲ、ヘビなども捕食するぜ。虫以外もいけちゃうのね。ああ、すごいだろ。もっと言うと、スズメなどの小型鳥類や、ネズミなどの小型哺乳類も捕食するんだぜ。そんな生物まで捕食するだなんて、オオカマキリが最強って言われる理由が分かった気がするわ。そして、これらの生物を食べて育った、オオカマキリは交尾をして、卵を産み、一生を終えるんだぜ。カマキリの交尾といったら、メスにオスが食べられちゃうんだよね。あれってなんか意味があるの？全部のオスが食べられているわけではないんだぜ。メスから逃げ切るオスもいるんだ。だけど、オスを食べたメスカマキリの方が、オスからアミノ酸を摂取することができるため、食べなかったメスよりも多くの卵を産むっていう、研究結果があるんだぜ。そうなんだ。じゃあ、子孫繁栄のためには、オスカマキリは、食べられた方がいいってことね。そうかもしれないが、私がオスカマキリだったら、死にたくないから、全力で逃げるだろうな。そりゃそうね。ねえ、マリサ、オオカマキリが最強にふさわしい昆虫だってことは、よくわかったんだけれども、オオカマキリの強さの秘密は一体何なのさ。そうだな。私が思うオオカマキリの強さの秘密は、全部で6個あるぜ。一つ目は大きさだ。やはり、100ミリ近くある大きさは、シンプルに強いぜ。大きさや重さに勝る強さはないもんね。二つ目は獲物を捕らえるスピードの速さだ。カマキリが獲物を捕らえるのに要する時間は、0.05 秒ほどと言われているんだぜ。0.05 秒だなんて、ちょっと早すぎるわね。狙われたらひとたまりもないわ。三つ目は捕まえた獲物を離さない鎌だ。オオカマキリの鎌は獲物を切るために使うものではなく、獲物を捕らえるために使うものなんだぜ。鎌っていうから、切れ味抜群なのかと思っていたわ。ちなみにカマキリが獲物を捕まえている力は、人間サイズに換算すると3トンにも及ぶそうだぜ。オオカマキリは速いだけでなく、力もすごいのね。そして、四つ目は優れた擬態能力だ。普通の生物は、身を守るために擬態していることが多い。しかし、オオカマキリは自分の身を守るだけでなく、獲物を襲うための擬態でもあるんだ。獲物に気づかれないように近づいて、暗殺するってこと？そういうことだ。カマキリは先ほど説明したように獲物を捕らえる速度が速い。だから、擬態してある程度近づくことができれば、団長並みの見えない死闘で獲物を捕らえるんだぜ。恐ろしく速い死闘？俺でなきゃ見逃しちゃうね。って感じってことね。ああ、そういうことだ。カマキリの狩りは奇襲攻撃だから、奇襲に失敗すると、逆にやられてしまうことがあるんだぜ。なるほどね。オオカマキリにも弱点はあるのね。そして、強さの秘密の5つ目と6つ目は、擬態からの奇襲攻撃の成功率を上げる、視覚と聴覚だ。まず、視覚についてなんだが、カマキリは3次元で、物を見ることができる。よって、オオカマキリは、待ち伏せしている状態で、獲物の位置を正確に捉えることができ、狩りの成功率を上げているんだ。3次元で世界が見えているのはすごいわね。カマキリの暗殺能力が高い秘密がわかったわ。あと、聴覚なんだが、こちらもすごいんだぜ。カマキリに耳ないんだけど、どこで音を聞くのさ。それはだな、胸の中央にある器官を使って、音を捉えているんだ。しかも、人間の可聴域を超えているんだぜ。だから、コウモリが放つ超音波を聞き取り、コウモリから逃げることもできるんだぜ。人間の可聴域を超えているのが、マジですごいんですけど、狩りするときも、音を聞いて獲物の状況を判断してそうね。そうかもしれないな。以上が、私の思うオオカマキリの強さの秘密だぜ。オオカマキリの能力の高さに脱帽したわ。鳥やネズミを捕らえちゃうのも納得の強さね。そうだろう。さすがゴキブリの仲間って感じだよな。カマキリってバッタの仲間じゃなくて、ゴキブリの仲間だったの。そこが今日一番の驚きだったんですけども。そうか、レイム知らなかったのか。腹や羽の部分がどことなく似ているだろ。言われてみればそんな気がするわね。では、オオカマキリについては以上だ。マリサありがとう。オオカマキリの強さや生態が知れて、とても楽しかったわ。どういたしましてだぜ。それではレイム、いつものラベリングお願いします。はい、わかったわよ。オオカマキリは、カマジーです。千と千尋の神隠しの方ではなく、鎌を持ったゴキブリってことね。そういうこと。カマジーの方は雲だもの。確かにそうだったな。それでは最後の挨拶に行くぜ。この動画を見て、面白かった方は、チャンネル登録と高評価を、そして、ベルマークを、よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうだぜ。もしよかったら、他の動画も見てくださいな。ではでは、良い子のみんな、また会おうぜ。また、会いましょう。それでは、アリーベデルチ。